できた。できたぞ。おい、うるせえな、お前。全然眠れねえじゃねえかよ。何やってんだよ。決まってんじゃねえか。囚人が夜な夜なすることと言ったら、脱獄だよ。脱獄？お前何言ってんだよ。俺たち明日出所だぞ。今は関係ねえだろ。いや、関係あるだろ、お前。明日。大きな声を出すな。監視に見つかったらどうすんだよ。お前だよ。落ち着けよ、お前。明日出所なんだから何のために脱獄すんだよ。いいか。出所する一日前にこの穴が完成したんだ。だから、俺はここから出ていく。それだけだ。全然わかんない。どういうこと？いや、明日出ないんだから別に。監視来たよ。おい。はい。お前らこんな夜中に何騒いでんだよ。いや、ちょっと全然眠れなくて、もうすぐ寝ますから。すいません。監修、俺は今から脱獄しようと思って今。なんで言っちゃうんだよ、バカ野郎お前。脱獄だと？ああ、そうだ、脱獄だ。お前、どうかしてんじゃねえのか。お前ら明日出所だろうが。仕方ねえだろ。出所する前に脱獄の穴が完成したんだ。どうせならここから出てみたい。それが男ってもんだろ。いや、わかんないわかんない。どういうことそれ。そんなこと聞いて脱獄させられなければな。いいか、こんな穴から出たところで、またすぐここに逆戻りだぞ。そうしたら何度だって脱獄してやるよ。何が目的でそれ。お前、一体何考えてんだよ。俺はな、脱獄するためにわざと捕まったんだよ。え？渋谷のスクランブル交差点を全裸で歩いてな。そんなこと捕まったのお前。くだらな。そこまでして脱獄を。一体、何がお前をそうさせる。プリズン、ブレイク。海外ドラマ。おい、マジでお前、くだらないって。参った。はい。あれ、面白いもんな。監修。実はな、俺も、一度脱獄されてみたい。そう思っていた。いや、何言ってんすか？プリズンブレイクを見て、一度脱獄されてみたい。そう思ってた。いや、何言ってんすか、監修。だから、毎週水曜日は、鍵を閉めずに、ガムテープでここを止めていた。監修失格だよ、お前。でももう、そんな回りくどいことする必要はなさそうだな。え？さ、事務所に帰って、熱いコーヒーでも飲むかな。ちょっと待て、あんたまさか。いいから早く行け。いや、でも本日の見回り一緒おなし。全然かっこよくないっすよ。なんすかそれ。でも、そんなことをしたら、あんたが捕まってしまうんじゃ。そいつは都合がいいな。そしたら今度は俺が脱獄する前に回れるものさ。あんたも何が目的なんだよ、それよ。どういうことだよ。あんたみたいな人、まだ日本にいたんだ。いや、この人しかいないよ、多分。他いないから、絶対。そんなのいいから早く行け。早くしないと、朝のラジオ体操、始まっちゃいますよ。何その言い方。何なんだよ、あんた。本当に、ありがとうございます。何泣いてんだ、おい。最後まで走り抜けて、どんなに離れてても心はそばにいるわ。追いかけてはるかな夢を。いらないですよ、アレンジ。アレンジいらないですよ、それ。本当に、なんて言ったらいいか。俺は、あんたという男がいたことを絶対に忘れないよ。ためるね。また必ずここに戻ってきます。桜が咲く頃に。いや、捕まる気じゃねえかお前。